楽しい、こういったら楽しいよ、こういったら楽しいよっていうとこ、早く早く早く、ディズニーシー、ディズニーシー、ディズニーシーは行ったんですよ。おディズニーシー行ってミラコスタ泊まったんですよ。おすんげえ奮発しました。一部屋68,000円。うわっきれい。あれが見える方っつって、部屋でだよね、部屋だけで、部屋だけですよ、部屋だけで、一人いくらじゃなくて部屋で、部屋で6万、ね、でも高くね、何にも出ないですよ、花火うるさいとしか言わなかった。最悪。パレードとかなんていうの、真ん中の海のショーの、あれがうるさい、寝れないいや、まだ寝る時間じゃないでしょ、それやってる頃って。いや、したらチビにほら、あ、そっか、子供らは早めに寝るからか、うん、朝早いからか、あー、そっか、わかる、子供できたら寝れないか、うん、はい、次、死にダメ、次、時間ないよ、早く早く、シーパラダイス、シーパラダイス、八景島、八景島、豊島へ、だって、八景島行くでしょ、うん、八景、豊島へ八景島行くでしょ、あれ、水族館あるね、でしょ、うん、水族館、うん、10分ですよ。そう、小さい小さいよね、あそこの水族館、あの走るじゃん、子供、あ、走る走る、だから魚の名前なんか見ねえから、わー、マンボウ、わー、サメ、ウェイコウェイコウ、ショウミヨ、寒いでよ、はい、1800円くらいするんですよね、子供はそんなもんだね、確かに、あ、いつもないですよ、本当に、もう子供できたら分かるやつ、皆さん、はい、次、あの、プー、あの、常磐ハワイアンセンター的な温水プール、ハワイアン、懐かしいな、ハワイアンセンターは、でもすごいの、なんとかタワーっていうのが建って、お宿泊施設がすごい綺麗なの、おすごい綺麗なんですけど、奥さんもプール入んないとダメ、東武動物公園、スカイツリーは、うん、浅草も俺好きだから結構何回も連れてるんだけど、うん、あの、浅草じゃないけど、うん、多分修学旅行で、ね、その時に登った方が多分、あ、みんなで感動をね、そうで、嫌でしょ、俺らがちっちゃい頃さ、なんとかじゃあディズニーランド4回も行ってんだからみたいなこと聞かれてさ、うん、知らねえよって思う知らすんじゃねえよって思ったじゃんあ、なんかそれはちょっとそこまでじゃあ、じゃあ東京タワーでしょ、東京タワーは行った、これあ、そうね、行ってるよね、東京タワーもさブーって、あー怖いって、ブーって終わっちゃう、だって旅行で、ちょっと待って、旅行で東京タワーっておかしいでしょ、それ東京タワー行って、隣で六本木が当たって止まって帰ってくるすげー田舎もんじゃん、そんななんか、だから言ったじゃん、番組始まらない、なんかしてないとダメなんですよ、東京タワーをだから、あの階段で登るツアーとかはいいけど、うん、俺は無理ですよ、もう絶対歩けないから、ね、無理だね、うん、あれだ、じゃあジブリとか、ジブリは行ったんだよね、行ったけど、もううちの子供が借りされるとすげえ晴れるの、うん、蚊の蚊がすごい蚊がこう晴れてるだから、ね、あれね、氷もらってこうやって歩いてたんだけど、かわいい、最悪ですよね、俺もボリボリ刺されてさ、ダメ、蚊が、だってあれ貸し出してくれるんですもん、虫除けスプレー、虫除けスプレーは貸し出してくれるぐらいすごいんですよ、ジブリの森、さすが森だね、予約取って行ってさ、あそこもすごいですよ、予約制じゃないですか、だよね、俺チケットホテルに置いてきててさしかも俺のだけ最悪でしょ、最悪、子供のだけ先に入らせても、やっぱりあの、うん、受付でどこで買いました、うん、ローソンです、ローソンでしか売ってないんですって言われて、そうそう、何店ですかって言われて、うん、あそこの 駅の向こうのローソンで買った、はいはい、あそこなんだっけと思って、うん、三本木、いや違う、島形違う、なんだっけ、大原とか出てこないんだよ、あ、大原店なんだ、あれ、そっか、でも 何日ですかって、その辺ですって言ったら、大体分かりましたんで、うん、おーとか言ってんの、うん、おぉと思って、あ、もう向こうは分かってんの、いや、だけどこっちが言わないと、言わないとダメだよ、ね、だから向こう、そんなんなんすか、ダメなんだよ、徹底したあれなんだ、だけど子供を2人って奥さんが入ってるんですよ、俺だけ勝手にってこともねえだろみたいな、で
だからさ、でも大原、大原とか言って、あ、大原かもしれないっつって優しいね、優しかったよ、教えてくれたんだね。あ、はい、ダメ、ジブリ消えた、はい、どうか、ジブリ消えた。あゆつ無理でしょ、さおねえし。あゆつりはできないよね。じゃ自分に子供がいたとしてね、どう連れてきたいですか。ディズニーランド混んでてやだって言われますよ、ね、そうだろうね。箱根動物公園ぐらいがいいじゃん。いいですか。絶対無理だと思う。まず箱根まで車乗ってるのが苦痛でしゃあないですよ。きっと、うんうん、東京は大丈夫ですよ、うん、東京行くにつれてほらでかいビルとか出てきて、うん、あのいろいろこう説明できるからいいけど、あの無理ですね。箱根はちょっと大変だな。何にもないですよ、うん、潮干狩りどうですか、うん、あ、潮干狩りまだ時期か、時期潮干狩りどうですか、ね、体力で取れないらしいよね、そうなんだ、ダメなんだよね。ダメじゃん。キャッチアンドリリースみたいな感じだったんですか。あ、なんかそうらしいよ。でもほらそこにまあね、原発のあれが入ってて水もダメだっていうから、うん、やっぱり入んない方がいいみたいな話にはまあ気にしないんだけど、一応ね、まあ、原発にしてきたら社会の変化がね、入れないから、この辺ぐらいまで入れないでしょ。これあれが女性にしてる人だ、してる人だ。結構いいお金もらえるんだよ。あのね、君らはいいよ、問題になるからね。もう女性にしてる人だって言えるわけないじゃないですか。意外に女性に頑張ってる人もいいんだからさ。だからさくらんぼ狩り、あ、いいんじゃね、桃狩り、桃とかそろそろ桃、うん、ね、あれ言ったっけ、果物の王様はマンゴーだって。ああ最強なんですよね、うまいですね。でも今日ビワ食ったけどビワだな。いや、ビワもうまいね。あれうまいってうまいね。うまいね。あの喉痒くなる人とか信じられないね。え、ビワで、ビワアレルギーあるんですよ、喉痒くなる人。うち全く関係ないけどね、うちのイチジクの木があるんですよ。うちのおじさんが枝落とすって見たら、もう全く枝がないんですよ。で、死んでると思ったんですよ。で、もう死んでる、これダメだわと思ってたの。この間草刈りした時に芽が出てるって。で、木を草刈りしてたら芽が出てるんですよ。いや、つら強えんだなぁ。強いね。イチジクはでも食います？食わないです。あ、食わないですか？でも、うちの母親がよくワイン煮みたいなのしてるんですね。皮ごとね。あれなんですよ、うち一軸もこうピッと割ると白い液出てくるじゃん、うん、もうかゆくって、俺白い液出てくるやん、これレタスダメなんですよ。レタス手にちぎるともうかゆくしちゃうんですよ。俺、悪にはすごい弱い。悪なのか、悪なのか、いわゆる悪って言われる物質、うん、ダメ、もうレタスでもダメだから、やっと終わりだよ、準備したよ。どこ行くかは、多分はい、いろんなまたハプニングがあって、おごって言ったから、あ、こう行ったなって分かると思うんで、こうご期待でございます。明日はバーベキューなんで、はい、バイバイ。はじめまして、こんばんは、大地するぜThank you.
¡Segunda batalla! ¡Segunda batalla!